最後の第6問ですね。まあ、これが制限時間内、特に持ち分、大体東大の過去も、問題って、1問かけられて30分ぐらいでしょうけども、30分内でこれを解いたも学生さんは大したもんですね。僕は1時間弱ぐらいかかりました。結論から言えば、もう完全に計算問題ですね。で、もっと言うと、初等幾何的な中学受験でやるような断面の捉え方が、しっかり身についてて、一瞬で解くことができる。計算とか捉え方ですね。そういう学生さんは強いと思います。他方で僕はあまり普段意識してないものですから、やはり計算に手間取ってしまったりとかありました。で、しかも、まあ、人が書いた模範答案をもうちょっと参考にしながら、ああ、そうかそうかというように、ところどころ思いながらのその時間でしたから、まあ、とりあえずは解説していきたいと思います。で、括弧1番で迷うってことはないと思うんですね。とりあえず図を書いたときにですね、この正四面体ができますね。OABC からなります。で、AB2、OB がルート3、ルート7、で、OA が3、まあ、こういうような三角形がありまして、全部合同ですから、この黒く塗りつぶしたところは、これは角度が同じということです。合同な三角形4枚、全部貼り付いているということですね。で、まあ、ここの計算はベタな計算です。垂線の足、H 書いてませんが、ここは H です。まあ、星が今あるところですね。ここの直角のところが H でして。で、ベクトル CH と OA がの直交し、また OB とも直交するという条件を使いますね。で、その前に、交差項を求めていきます。OA、OB と OBOC と OC、OAOC ですね。ここの計算は、まあ、センター試験と変わりませんからね。ここは問題ないと思うんです。で、OA、OB、OBOC、OAOC が出ます。で、改めて OH を S ベクトル T ベクトル B 置きます。まあ、これはベクトル OA、ベクトル B ですね。で、交差項に関しても、まあ、省略して書いてますが、OB、OC をベクトル B、ベクトル C と書き直しているとお考えください。で、こうしますとですね、この2つの条件ありました。一番上のですね。これが、今このように変形できて、そうすると S と T に関する2次の連立方程式になりまして、であとは解けば、まあ、S が9分の5、T がマイナス3分の1というのが出まして、OH が確定すると。まあ、星印つけましたけど。まあ、ここまでで、まあ、7、8分あれば十分書けますよね。まあ、この問題が取れないということは、まあ、ないと思うんです。で、問題は、括弧2番なんですよね。で、括弧2番になった途端、ああ、しまったなと。ものすごい計算量で字が極端に細かくなっているのはご容赦願いたいんですが、ちょっと予想外でした。で、まずですね、考え方として、まあ、いろんな考え方があると思うんですが、とりあえず座標らしきもの。ただ、これ OAB のところは直行してませんからね。これは X 座標、X 軸、Y 軸と考えていただくべきところじゃないんですが、ただこれはまあ、垂直方向はこれ Z 軸というような捉え方でいいですね。とりあえず OA 方向と OB 方、AB 方向があるとお考えください。多少座標らしきものを設定した方が、まあ考え方は多少気楽になるっていうのもありますからね。で、今ですね、1番で求めた CH があります。まあ、求めたというか、ベクトル CH ですね。まあ、ベクトル CH があって、今、OAB が乗っか、が存在する平面 L ってものを考えています。これ L、平面 L ということです。で、その OAB に対して C から引いた方線の足が H ということでした。なので H をこういうふうな感じで書いてるんですね。で、当然ここは垂直です。で、今、聞かれてるのは、この四面体を、この OAB があったときにですね、まあ、改めて問題読み上げるとですね、平面 L に垂直な平面を M とするとき、平面 M による四面体 OABC の切り口の面積を求めなさいねと。で、PTQT に関しては指定がありますね。直線。まあ、要するに OA、OB を各 T、1枚の T に内分するということはですね、
まあ、AB に対して PT、QT、まあ、今も振りましたが、ここの2点が平行だということですね。そして、OPT の部分の比を、ここのところを T という長さの比率だとしたら、APT に関しては、まあ、ATP みたいですけど、アデノシン三リン酸全然関係ない。APT に関しては、これは 1-T ということになりますね。で、OQT に関しては、これも同様で、ここの長さは T ということでしたら、BQT に関してはこれは 1-t という長さになります。すなわち AB と PTQT は平行だということがわかりますね。で、今ここでですね、どういう考え方をすればいいんだろうと。まあもちろん PTQT があって、で、これを通るような断面をあれば、まあ CT というところが現れますね。まあこれは、じゃあ、現れる場合を考え、どういう場合に現れるかということなんですが、これは、この、交差があります。CH がありますね。この交差と、があって、で、その HT の、この、HT を通る AB と平行な直線。つまり、HT と、PH と QH は、これちょっと見づらいですが、これ PH ですね。H と PH と QH は同じ直線に乗っかっています。で、同じ直線に乗っかっていて、かつ、まあ、ちょっと見えませんが、AB と平行です。まあ、それが PHQH の定義ですから。で、この PHQH と C が作る三角形、すなわち CPHQH よりも手前側ってことですね。要するに、この OPH 直線上に、なんていうのかな。そうですね。OPH 直の、OP、7OPH 上に PT が存在する場合。つまり、APH 側じゃないってことです。OPH の、線分の中に PT が乗っかってる場合は、これは切り口は、PT、QT、CT となるような、かつ C、PHQH と相似となるような三角形の切り口になるというのがわかると思います。まずこれが一つ目ですね。これがわからないとどうしようもないですね。まあ頭の中でイメージしてほしいんですけども。で、その相似比は当然 OPT 対 OPH ですね。ここもまた大事です。なので、今、求めろって言われていることは、少なくともこの三角形となるような、PT が OPH 上に存在する場合は、求めたい三角形は CPHQH になります。で、CPHQH、あ、違いますね。CTPTQT ですね。失礼しました。CTPTQT ですね。で、これが CPHQH と相似ということですね。なので、CTPTQT を求めるには、まず相似である CPHQH を求めて、それに対して相似比の二乗をかけてやれば、これは求まるということがわかるわけなんですけども、そもそも CPHQH ってこれ面積どうなんのよっていう話があるわけですよね。そのためにまず必要なのは、CPHQH を求めるのに必要なものはですね、2分の1かける PHQH かける CH だと。まあ、これは大丈夫ですね。で、PHQH の長さに関しては、まあ、これがまず問題になるわけです。これどうやって出すんだってところですよね。で、ここで改めて OH1 で使いました。1ので出したベクトル OH の係数に着目します。ここの式ですね。ベクトル OH の係数は9分の 5OA マイナス3分の 1OB という係数でした。あるいは式の形で書き表されるものでした。で、この時に、じゃあどうやったら書けるだろう。じゃあこれどうやって活かせるだろうということなんですが、繰り返しますが、まあ、ベクトル OH があります。で、ベクトル OH をベクトル OA と OB で2つの一次独立のベクトルで表示したのが、この OH イコール、ベクトル OH イコール9分の5ベクトル OA マイナス3分の1ベクトル OB という式ですよね。で、今この
ベクトル OH と、AB に対して平行な直線上に乗っかっている、まあ、ベクトル OH という、H ですね。点 H と AB、AB と平行な直線上に乗っかっていると。H が乗っかっている。H, PH, 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 QH は全部同じ直線上に乗っかってますよね。ということは、直線上に存在する、その直線上に存在することを表す、ベクトルがありますが、その係数を足してやると必ず、定数になることがわかりますよね。まあ、それはわかると思います。係数の和を足すと一定になるような点の集合、まあ、ベクトルの集合っていうのかな。点の集合は、全部同一直線上に存在するということは大丈夫ですね。で、この時に、今は9分の5とマイナス3分の1という係数なんですよね。で、改めて、この係数を足してやると、9分の2という数字になります。で、要するに、この直線上に乗っかっている点の集合、H と PH と QH が乗っかっている直線上に乗っかっている点の集合を、ベクトル OA とベクトル OB で表すとしたならば、その係数の和は必ず9分の2で一定にならなくてはいけないということがわかります。で、今、OPH というのはどういう点か、どういうベクトルかと申しますと、これは、ベクトル OA の定数倍なんですね。で、逆に言うと、ベクトル OQH、このベクトルですね、あるいはこの点っていうのは、ベクトル OQH っていうのは、OB 上に乗っかってる、OB 上の、OB の定数倍という表し方をするわけですね。で、今知りたいのは、直線 PHQH の長さです。で、AB は分かってます。AB は分かってて、で、PHQH は AB と平行だということが分かってます。ということは、OPH と、OA の比率、あるいは APH の比率が、長さの比が分かれば、これは PHQH の比が分かるわけですよ。で、だからこそ PH の位置が知りたいわけですが、今、PH をこの9分の2という数字からヒントを得て、ベクトルで表した場合、これは9分の 2OA かける、あえて書くと0かける OB というような2つの一次独立のベクトルで書き表すことができますね。すなわち、ベクトル PH っていうのは、ベクトル OA の9分の2倍だと。ということはですね、OPH と PHA の長さの比、まあ APH の長さですが、これは9分の2対9分の7ということがわかります。ということは、まあ、やっと戻りまして、CPHQH の面積を表す際に必要なものは、まあ、2分の1かける底辺である PHQH かける高さでした。PHQH に関しては、これは9分の 2AB という長さであるということがわかります。で、当然今 AB は問題文で与えられてますから、まあ一番左上のこの三角形、正四面体ですね。AB は2でした。問題ない。ということになりまして、あとは CH が分かればいいじゃないかという話になるわけですね。じゃあ、CH の長さどうやって求めんだという話なんですが、これは正体がすぐ分かります。ただし計算が大変なんですね。OH がまず分かっています。CH を OH-OC に持っていって、で、ベクトル OC は正体が分かっていますね。で、A、B、C のベクトルそれぞれの交差項は1で出していますが、それを流用します。9分の、ベクトル A、マイナス3分の1ベクトル B、マイナス C、それの絶対値の事情を考えてやれば、まあ、計算していくとですね、まあ、この辺はちょっと確認していただきたいところなんですが、まず9分の 5A は事情すると9分の5の事情かける A の、A は長さ3ですかね。事情は9と。で、同様にして9分の1かける7、足す、まあ、2の長さ、C の長さ2ですから4。で、プラス交差項に関して2でくくってやって、まず係数9分の5かける3、マイナス3分の1、マイナス27分の5。で、ベクトル A と B の内積は、このところから6ですね。6をかけてやります。で、同様に、
マイナス3分の1とマイナス1かけてやったら、マイナス3分の1になりますね。で、ベクトル B と C の内積は1です。で、キューブの5とマイナス1をかけてればマイナスキューブの5。で、A と C の内積っていうのは3になりますね。まあ、こういう形で計算をしていくと、これがうまいこと綺麗に、割と綺麗な数字になって3分の8と、今星が見えてるところです。ここが、まあ、画面右下ですね。3分の8という数字になります。ということは、CH の2乗が3分の8で、かつ長さですから、CH はその立方、平方根を取ってやって、ルート2分の2ルート2という数字になりますね。ここのところです。で、今、もう、やっと戻りまして、CPHQH の、面積をどういうふうに書き表せるか。2分の1かける9分の 2AB かける、今求めた CH、ルート3分の2ルート2。これを代入してやれば、CPHQH が分かり、で、最後に、今求めたい CTPTQT っていうのは、線分比である9分の2分の t を2乗してやって、今、CPHQH を表す。9分の1かける2かけるルート3分の2ルート2。全部かけてやって計算すると、3ルート 6t 2乗という答えが出ます。まずですね。まあ、ここまで計算を持っていくのが大変ですね。まあ、まだ終わってませんが、まあ、一番の難所はですね、このベクトル OH っていうものを捉えたときに、H と PH と QH が同一直線上で、しかも AB、直線 AB と平行で、ということは OPH は9分の 2AB とかけるということに気づくのが、これがまず、これで全て決まりますね。この CT、PT、QT を求めるにあたって、そもそも必要な CPH、QH を考えるためには。で、その後も計算はかなりヘビーですよね。まあ、一直線といえば一直線ですけども、やっぱり、展開しなきゃいけない部分が多いですから、まあ、焦ってどっかでミスしたら最後ですからね。やっぱ怖い問題だと思います。で、今やったのは t が0以上9分の2以下の場合です。繰り返しますが、今考えていたのは直線 OPH 上に pt が存在する場合で、かつというか、そもそも pH という点は直線 OA を9分の2対9分の7、あるいは2対7に分ける、内分する点でした。ということは、t に関して0以上9分の2以下の場合に pt が直線 OPH 上に存在するということが分かりますから、t が0以上9分の2以下の時は、このような計算の仕方で OK だと。3ルート 6t 2乗となるということが分かるわけなんですけども、じゃあ残りの9分の2以上 t 1以下の時はどうするんだということなんですが、画面右上ご覧ください。今度はですね、先ほど直線 CH あるいは OPT、OPH ですね。OPH の上に、三角形の場合は PT が存在したのに対し、APH 上、奥の方ですね。H から、H を挟んで。APH 上に PT が存在する場合は、これは台形になるということが、図の形からわかると思いますね。まずここが大事です。これがわからないとどうしようもないですね。で、当然ながら、今、方線 CH を書いてあります。これは、先ほどの0以上9分の2以下の場合と同じです。で、それと平行な直線で、そうですね。APH 上に存在する点 PT を考えています。で、PT は AB と平行な直線上にあると捉えた場合、その延長して OC、OB ですね。OB との交点を QT と考えてやりまして。で、O、高さを与えるような、点。
HT ですね。HT の、HT を、と置くと、高さを与えるような点。まあ、ここから、まあ、PT で切ってやって、高さを与えるような点を、まあ、方線の足ですね。水線の足を HT と置いてやって、で、その直線、あるいは平面が AC と交わる点を AT としましょうということを考えた場合、この台形を求めるのに必要な情報は3つありますね。まあ、BT も置いてありますが、それと AB と平行な形で AT を通る平行な直線上にあるもの。で、かつ、BC との方程が BT ですね。まず AT、BT の長さが必要です。上底ですね。で、仮定である PT、QT が必要です。まあ、これは先ほどと同じ計算で出るものですから、これは問題ないですけども、先ほどの流用できますかね。で、最後に AT、HT の長さ、つまり高さですよね。この3つが揃わないと、この面積は出ません。で、一つ一つ行きますとですね、AT、BT の長さっていうのは、まあ、AT、BT っていうのは、直線 AB と、ここですね。直線 AB と平行です。であれば、AT、BT と AB の長さの比が分かれば、今 AB が分かってますから、これは求まるということになりますね。じゃあ、直線 AT、BT と AB との長さの比っていうのは何に置き換えられるか。これは、CAT の長さと CA の長さに置き換えることができます。でも、これでもわかりませんね。で、そこで水線の足を使うわけです。CAT の長さの比と CA の長さの比というのは、これは PHPT ですね。ここの長さです。ちょっとわかりづらいかな。PHPT の長さ。ここですね。直線 OA 上に乗っかっている、ここの点線、直線ですね。短いです。この細い幅のところですね。PHPT の長さと APH の長さの比に置き換えることができるわけですね。じゃあ、PHPT、あるいは PTPH の長さはどうやって調べるんだということですが、それは APH から APT の長さを引いてやったものというように、考えればいいだろうということになるわけです。でもそれだけではちょっとまだ分かりづらいですね。まあ、PT、PH の長さ、改めてどうやって考えるか。まあ、そっちよりも、適切、まあ、どっちも変わらないか。あるいは、P、この O、ここ O ですけども、O 書き忘れましたが、OPT と OPH の差という捉え方もできますね。で、OPT の長さは何かというと、比率で言うと、これは T ですね。で、OPH の長さの比は何か ?9 分の2。ということで、T-9 分の2という書き方ができると。で、APH の長さの比は、ここですね。APH の長さの比は当然、これは9分の7ですね。1から9、OPH の長さを引いてやった比、APH の長さは9分の7。で、それに AB の長さの2をかけてやると、ATBT は、めでたく T で表せました。でもまあ、この辺の考え方もかなり煩わしいですよね。一苦労です。で、次は、今、ATBT の上底の長さが分かりました。で、次に求めたいのは、高さですね。ATHT です。まあ、PTQT は分かりますからね。じゃあ、ATHT どうすんだという話なんですが、ATHT の長さの比は、長さ、ATHT と CH は平行ですね。当然、両方とも方線ですから。であれば、ATHT と CH の長さの比が分かれば、これは問題なく分かるということになります。で、ATHT と CH の長さの比は、APT と APH の長さの比に置き換えられますね。もう一回言います。AT と ATHT の長さと CH の長さの比は APT と
APH の長さの比に置き換えられます。で、APT の長さの比は、これは 1-t でした。PT は直線 OA を t 対 1-t に内分しますから、APT の側は 1-t ですね。で、APH の長さの比は、これは9分の7です。つまり9分の7分の 1-t、これが比率になりまして、で、あとは基準となっている CH の長さをかけてやればいいというわけで ATHT も求まったと。で、あとは、仮定の部分 PTQT ですが、これは、三角形を求めるときにも使えました。9分の 2AB でしたね。あるいは9分の4という長さでした。あ、違うかな。PTQT。PTQT だから、それにさらに、t をかけるんですね。で9分の2、2t になるわけですね。長さ。2t をかければいい。というわけで、上底が 2t。で、下底が今出した ATBD である7分の 9t、7分の 2×9t-2。ここですね。7分の 9t-2×2。ちょっとわかりづらいですが。2t プラス7分の 9t-2×2。で、これで上底足す過程ができて、で、これ全体をくくって かける高さ、7分の6ルート6、1-t。ちょっと表示おかしいですが、もう一回言いますね。今求めたい AT、BT、QT、PT の台形の面積。これはどういう面積になるかというと、上底である AT、BT、これは 2t になります。なぜかと。AB の t 倍の長さだからですね。ということは 2t になりますね。上底が 2t。足す、ちょっと記号が潰れちゃってますけどね。2t プラスです。2t プラス仮定である ATBT、すなわち7分の 2×9t-2。で、ここカッコ閉じていただけると幸いです。書き損じです。まあ、書き忘れました。それにさらに ATHT、高さですね。これも求めました。7分の6ルート6、1-t をかけてやれば、で、あとは2分の1かけてやれば、台形の面積は出ますね。ということで、答えが出ます。まあ、制限時間内にここまで終わる子はほとんどいないでしょう。いないと思いますが、まあ、説明するとこのような形になりますね。で、カッコ3番はこれが超えられれば、まあ、超えられる子はいるのかなというところもありますが、超えたとしたならばですね、まあ、0から1の時での ST の最大値ですから、で、0から9分の2の時は3ルート 6t 乗とかけました。すなわち、これ単調増加なんですよね。ということは、この範囲では、最大値は求まらないだろう。他方で、9分の2以上1以下の場合はですね、これは、上に凸の放物線になるんですね。ということは、これは頂点が最大値になるだろうということがわかりまして、じゃあ改めて頂点を与えるような x 座標、t 座標、何かなというふうにちょっと調べるとですね、t イコール16分の9で最大値になる。まあ、あとは計算していただきたいんですが、面積の最大値は、8分の3ルート6となるということがわかります。まあ、再三申し上げておりますが、これを制限時間内、特に30分で終わるってことは、まあそうはいないと思うんですね。終わったら大したもんだと思います。普段から類題をもう解き慣れていると、これでもかとやっているという学生は、まあ行くかもしれませんが、これを完答したら、まあ素晴らしいですね。まあ、リーチ2志望の学生でも、あまり無理して手を出さない方が無難だと思います。で、まあ、ただ、この年度は、一番重いのは、6番を除いては、まあ、第3問かなという感じはあるんですよね。で、その次が第1問。で、2、4、5は割と、その、すんなりいく問題じゃないかなと思うんですよね。で、そこで時間を稼いでおいて、まあ、1問、3問。まあ、3問で時間食われちゃうと、これに時間を取るのってしんどいと思いますが、割いておいて、その時間を温存しておけば、まあ、これ手出せなくはないんですけども、まあ、無理して突っ込んで、潰れるよりは、かけるところまで、カッコ1番プラスアルファぐらいで押さえておいて、他のものに時間を使うといいんじゃないかなというように思います。9年、10年度の東大理科の数学第6問の解説をさせていただきました。クラスオンクラウドの鈴木でした。